お、ピーポくんがおる。ピーポくんがおりますよ。めっちゃ警察いる。すげえ。あ、どうも、愛嬌です。今日はですね、いやちょっとオープニング撮ろうと思ったらいきなり警察がめっちゃいたんで気を取られちゃったんですけど、今日はですね、ワークマンのアンバサダーに僕がなれた理由と、まあ、これからもしですねワークマンのアンバサダーになりたいという人が、まあ、こういうところに心がけたらいいんじゃないのかなっていうところをですねお伝えできたらなと思います。今日まさにですね、まあ、アンバサダーとしてですね商品開発の会議があってワークマンの東京本部上野にあるんですけど今向かっている最中でございます。でちょっとプライベートとか SNS とかですね、まあ、どっちもなんですけど、愛嬌さんなんでワークマンのアンバサダーになれたのとか、なんでワークマンのアンバサダーやってるのとかちょっと、ね、聞かれることが結構あったので、まあ、どうせだったらちゃんと公式に動画とかで答えておこうかなと思って動画を回しています。というわけで僕がワークマンアンバサダーになった理由なんですけど、これね大きく分けると3つあるんですよね。1個目がですね、まあ、二輪のメディア関係者の中ではいち早くワークマンのことを取り上げてその記事が多くの人に読まれたからというところがあります。僕は以前からですねオールアバウトというメディアでバイクガイドという肩書きで記事を書かせていただいてるんですけど、まあ、ガイドになって1年目ぐらいかな、ネットとかを見てたら結構ねSNS とかでワークマンのイージス来てると冬でも寒くないよっていうのをねユーザーさんが結構つぶやいたりとかねしてたんですよ。で当時ねまだ二輪のメディアはワークマンを全然取り上げてなくて、でこんだけネット上でいろんな人が騒いでるんだったら取り上げてきちっと取材して記事にすれば絶対アクセス取れるな、多くの人に読んでもらえるなと思ってオールアバウトの編集部に提案したんですよ。さすがやっぱね編集部の人たちもすごくちゃんとアンテナを張ってる人たちなんで、この取材だったら人員を割いてちゃんとした記事にした方がいいっていう編集部の判断が降りてですね、結果的にオールアバウトの記事って基本的に僕が一人で取材に行って僕が写真撮って記事にするっていうような流れなんですけど、このねワークマンの記事に関しては編集部の人が一人とカメラマンを手配してくれて僕とね3人で取材に行ったんですよ。でまあワークマンの開発の人とかを取材してですね僕も実際イージスを着用して取材させていただいたんですよね。ちなみにねこの時に僕は川崎の KLX250 っていうバイクに乗って取材をやってたんですけど、その時のね写真をカメラマンさんに撮ってもらってるんですけど、このね KLX に乗ってる写真未だにねワークマンがテレビとかに取り上げられる時にこの写真使わせてくださいっていうめちゃくちゃ問い合わせ来るんですよね。もう多分ね4回や5回じゃないな、もっとね全然多い回数で使わせてくださいっつって使ってもらってるんで、結構ねあれもワークマンの特集ではもう一般的な写真になっちゃってるんじゃないかなと思います。でこの3人体制で作った記事なんですけど、まあオールアバウトの規約でねどれぐらいの人が見てくれたとかそういう細かい数値を言うことはできないんですけど、まあとんでもない数の人に見てもらうことができたんですよ。でこれね、まあ、数字はちょっと言えないんですけどどれくらいインパクトがあったのかというと、当時ねワークマンのオンラインストアのイージスの在庫が品切れになって増産がかかったぐらいのインパクトがあったんですよね。だからねワークマンの人たちもすごく驚いてくれてこれはすごいなってなったんですけど、やっぱまあ当時まだね二輪関係の人たちが全然取り上げてなかったっていうのもあってすごい反響だったんですよね。だからこれだけ反響を得ることができたので、まあ、やっぱワークマンの中の人たちにも愛嬌さんすげえってなって、それ以来ですね何かあるたんびに声をかけていただけるようになったっていうところが1点目ですね。2点目はですね、僕がワークマンの記事をオールアバウトで取り上げた当時なんですけど、まだねウェブメディア
オートバイのウェブメディアっていうのが成熟してなくて、基本的にオートバイのウェブメディアって紙媒体の天才みたいな感じになってたんですよね。雑誌とかで記事を作って、その記事がウェブの方にも転載されるっていうような構図になってて、あとは一般的なプレスリリースのニュースが結構垂れ流されてるっていう感じで、あんまりきちっとね、こうウェブ独自の記事っていうのが作られるような文化があんまりなかったんですよ。で、基本的にこうジャケットとかパンツとかね、こう用品を紹介する雑誌の記事ってあんまりないじゃないですか。まあ、もちろん一部はあるんですけど、まあ、メインはねバイクだったりバイクのパーツだったりっていうところがメインになってくると思うんですよね。ところがこのジャケットとかパンツっていうのはあんまり紹介される文化がない上に、基本的にこのジャケットとかパンツが紹介される時もまず広告で出稿してくれてるメーカーさんから紹介しますよね。これはまあごく当たり前のことだと思うんですけど、やっぱりねお金を払って広告を出してくれてるメーカーさんの製品こそ紹介しないといけないと思うんですよ。これはもう商業メディアであれば当たり前ですよね。もっと公平に紹介しろよって意見もあるかもしれないですけど、やっぱりね雑誌を作るのってお金がかかるわけだから、広告を出してくれてるメーカーさんの製品を紹介するっていうのは当たり前だと思うんですよ。だからこの用品とかをね紹介する枠がそんなにない上に、やっぱり広告を出してくれてるところから紹介するっていう風になると、ワークマン自体を取り上げるってことを雑誌もあんまりしないんですよね。今ではウェブメディアもすごく成熟してきて、ワークマンは結構アクセスが取れるネタだったりするので各社取り上げていると思うんですけど、当時はね、まあ、そういう紙の記事をウェブの方に転載するっていう感じだったので、ワークマン自体をそんなに取り上げるっていうのがなかったんですよね。ところが僕の場合は一発目からまあスマッシュヒットを飛ばしたので、オールアバウトの編集部自体もまあ、ワークマンの記事はちょっと積極的にやっていきましょうっていう風に言っていただけてたし、ワークマンの中の人たちも、まあ、愛嬌さんが取り上げてくれるんだらっていうので、もう心よく製品を貸し出してくれたりっていうのをしてくれてたので、かなりねこう連続して記事を作ることができて、次々反響を得ることができたんですよ。だから結構僕の場合ラッキーが続いたんですよね。周りの環境がすごくラッキー続きだったっていうのが正直ありますね。これが2点目です。3点目はですね、インフルエンサーを押し込んだつもりがバーターに謎になったっていうところなんですよね。僕ね、あの一発目にこのアンバサダーの募集をワークマンがし始めた時に声掛けはしていただいてたんですよ。ただね、僕当時オートバイのパーツメーカーに勤めてて、モトジップっていうメディアを運営してたんですよね。で、僕が編集長としてやってたんですけど、インフルエンサーさん、まあ、インスタグラムとかで活躍してる女の子とかをライターとして採用してて、まあ、その子たちに記事を書いてもらったりしてたんですよね。だからねすごく結構忙しくて、そこまでちょっと手が回らないっていう状態だったんですよね。で、モトジップが少し落ち着いてきて、でアンバサダーの件とかもあったんで、ちょっと自分のところで採用してるライターをちょっとこのワークマンのアンバサダーに押し込めないかなと思って、当時1回目か2回目ぐらいだったかな、あのワークマンの過酷ファッションショーっていうのがありまして、確か2回目の開催だったと思うんですけど、その2回目の過酷ファッションショーに行った時に、まあ、開発のスタッフとはねもうすごくこう通過の中だったので、まあ、挨拶をさせていただいて、その時にちょっとうちのインフルエンサー兼ライターがいるので、そのアンバサダーとやらに入れてくださいよっていう風にお願いしたんですよ。で、それをね、まあ、心よく結果的には引き受けてくださってよかったなと思ってたんですけど、まあ、数日後にですね、あれ彼女をアンバサダーになるっていうことは当然愛嬌さんもご協力いただけるんですよねっていう謎のバーター発言があってで、まあ、僕もワークマンさんにはお世話になってるし、まあ、自分が採用したライターさんというかね、ライターをそうやってアンバサダーにしてくれるっていうことだったんで、ちょっと断るわけにも当然いかないわけですよね。だからまあ、じゃあ分かりましたっていう感じで、あの僕はアンバサダーを引き受ける形になったんですよね。それがね、今も一緒に仕事させていただいたりしているあの YouTube とか Instagram で活動しているルリコちゃんですね。彼女をねちょっとワークマンのアンバサダーに押し込んだ時にバーターで僕も一緒になったっていうような感じですね。
わけでね、僕がちょっとワークマンのアンバサダーになった経緯っていうのはですね、ちょっと他のアンバサダーさんとは違うと思うんですよね。まあどういうふうな戦略で選択されてたのかはちょっとわからないですけど、だって僕がアンバサダーになった時に周りの人たち見てみたら、ほぼほぼインフルエンサーの人たちだったんですよ。やっぱ SNS とか YouTube とかで活躍されてる人たちばっかりだったんで、そんなところに僕が入っていいのかなっていうのをね、当時思った記憶があります。ただですね、もし今後ですね、まあ、ワンチャンちょっとワークマンのアンバサダーやってみたいな、なりたいなって思うのであれば、おそらく僕が選ばれたのであろう理由が2つあるんですよ。まあ、今後わかんないですよ。そのワークマンのアンバサダー制度自体がなくなるかもしれないし、募集なんか今後しないかもしれないですけど、もしもね、ちょっとこういうアンバサダーとかをやってみたいというのであれば、2つポイントがあると思います。まず一つ目は専門性を深めるということですね。基本的にワークマンのアンバサダーって単純にワークマンが好きだっていうのでやってる人はいないんですよ。もちろんね、ワークマンが好きじゃなきゃやるべきじゃないとは思うんですけど、基本的に僕みたいにバイクかけるワークマンだったり、アウトドアかけるワークマンだったり、自転車かけるワークマンっていう感じで何かしらの強みを持ってるんですよね。でその点において強いので、商品開発に対してアドバイスができるっていうところでワークマンが選んでる節があります。だからね、まあ、僕も含めて二輪関係だと、まあ、インフルエンサーのルリコちゃんとか、まあ、あとはヤングマシンとかで活躍されてる二輪ジャーナリストの大谷さんとか、こうバイク事情に詳しい人がね、二輪関係だと選ばれてるんですよね。ただ例えば、まあ、バイクのジャンルでワークマンのアンバサダーになりたいという気持ちがあったとして、専門性を深めるって言われてもどうすりゃいいかわからんという人も多いと思うんですよね。これはね、次のポイントに続くんですけど、これは、影響力を高めていくことが大事だと思います。影響力っていうのは、まあ、僕の場合は二輪のメディアで連載を持っていて、その記事を書くことでいろんな人に見てもらうっていう影響力を出すことができたんですけど、今って別にね、メディアとかに所属してたり連載を持っていなかったとしても、一般の人に影響力を与えることができるメディアがいっぱいあるじゃないですか。メディアって言わないか、 SNS か、まあ、Twitter だったりとか Instagram だったりとか YouTube とか、個人が作ることができる SNS のアカウントでたくさんの人に影響力を与えることができますよね。だからこういうところで発信を続けていくことで自分自身の影響力を高めていくんですよね。で、影響力が高めていけば高まっていくほど、やっぱその分野の専門性っていうのは高まっていくはずなので、それで、まあ、ワークマンの人たちに見てもらうことができるはずですね。今回は僕がワークマンのアンバサダーになった理由と、これからアンバサダーになりたいならばやった方がいい2つのことをお伝えいたしました。まあ、何事においてもそうだとは思うんですけど、やっぱ気持ちとかね、思いだけでは自分がやりたいことを成し遂げるっていうのはなかなかちょっと難しいので、やっぱそのためにね、力とか影響力をつけていくっていうことは大事だと思います。あとね、もう一つ言えるのが、やっぱりね、自分がやりたいことに関してはゴリゴリに売り込んだ方がいいですね。僕の場合もですね、各国ファッションショーの時に、当時まだ僕はアンバサダーやろうと思っていなかったので、まあルリコちゃんっていう人がいるんだ、この子は素晴らしい子なんだっていうのをですね、30分間ぐらいめちゃくちゃ売り込んだんですよね。で結果的に受け入れてもらえたんですけど、やっぱ最後の最後はそういう熱意っていうところもね、伝えることはすごく大事だと思います。これはまだ言わなくていいかなとか、こうなんか胸に秘めてしまう部分っていうのもあると思うんですけど、もうね、最後の最後売り込む時には思いの丈を全部伝えた方がいいと思いますね。というわけで今回の動画は以上になります。これから僕はですね、また来期に向けてワークマンの製品のアドバイスなんかをちょっとさせていただけたらなと思っております。今回の動画が少しでも参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あと SNS の関係やっておりますので、 Twitter とか Instagram とかね、気軽に絡んでもらえたらと思います。あと今回の動画でわからないことがあるという方はですね、コメント欄の方に記載していただければ、可能な限り返信させていただきます。リクエストもね、コメント欄の方に書いておいていただければ、可能な限りやっていきたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。